こんにちは、ようくん町ブラチャンネルです。現在茨城県水戸駅にいます。本日は水戸駅周辺から郊外へドライブということで、郊外の様子や見どころをまったり楽しんでもらえればと思います。始まりはこちら水戸駅北口繁華街方面で、北口のこちらメイン通りをまっすぐ進んでいき、郊外をぐるーっと回って、最後は水戸駅南口、こちらに戻ってくる流れでやってきます。ちょうどここの通りに戻ってくるってことですね。それではスタート。まずこちら国道50号、群馬県の前橋市までを結ぶ道路、水戸駅北口からまっすぐ続く道路で、また中心街のメイン道路にもなってます。はい、水戸駅を出発しておおよそ 1.5km、 正面に見えるのは水戸京成百貨店。この辺りの近くで、一回車を止めます。はい、こちら京成百貨店、最盛期は東京の上野や大森にも店舗があったとか。水戸には昔からあったみたいですが、建物が新しいのでおそらく改装されたのかと思います。エントランスの様子も吹き抜けでめっちゃおしゃれ。こちらは水戸を代表する百貨店かと思います。で、カメラを回して道路の向かい側、こちらは水戸市新市民会館が建設中、真新しい建物で街の活気を感じさせられます。で、この建物の後ろ側、ちょうどこちらには水戸芸術館があります。ちなみにここの館長は世界的指揮者でも有名な小澤征爾さんとのこと。なかなか水戸って文化的な街だなぁと感心しました。まあ、まだ芸術館だけしか見てないんですけどね、敷地内にはこちらくねくねしたタワー、アートタワーというみたいで、水戸のさらに郊外からも際立って目立つシンボル的存在です。それでは車に戻り、来た道をさらに奥へ進んでいきましょう。こちらですね。はい、現在大工町あたり、この付近は夜の歓楽街があるエリアです。だいたいここを境に高い建物がどんどん少なくなってきて、少し落ち着いた街の様子になる感じがあります。そうでもないか。で、さらに進んで水戸の副都心エリアの赤塚まで行きます。はい、こちら国道50号を途中左に曲がり、しばらく進むと赤塚駅正面までやってまいりました。こちらが水戸の副都心的な街、駅も立派でマンション群も多く建ってます。ちょっと駅の反対側まで行きます。はい、こちら赤塚駅とその周辺、この辺りは住環境がとても綺麗に整備されてて、商業ゾーンもご覧の通り充実してます。反対側にも商業ゾーンが整備されてます。ヨークタウンって書かれてますね。ちょっと行ってみましょう。こちらヨークベニマルという東北南部から北関東エリアに展開するスーパー。特別この辺りに特徴的なものがあるわけではないですが、地方都市の郊外はこんなに住みやすいエリアがあり、のびのびしている様子、それを都会の人にも見て地方はいいですよとね、映像に収めてみようと思った次第であります。それではこれから先は水戸に来たらぜひ立ち寄ってみたいスポットをいくつか回ろうと思います。最後までよろしくお願いします。はい、しばらく走ってきまして、こちらの右側には素晴らしい高級ホテルがあります。ちょっとその建物と中の様子を見ようと思います。はい、こちら水戸プラザホテル、どうですか、なぜ国道沿いにとね思うくらいの大変立派なホテル。中の様子はこんな感じ、まるで海外旅行をしているかのような、そんな気分が味わえます。
いや、泊まってみたいですね。残念ながら泊まる余裕はなかったので、ホテル内にあるレストランが並ぶおしゃれな吹き抜け空間のエリア、こちらのカフェでモンブランケーキとアイスコーヒーをいただきました。この空間での食事も非常にリッチな気分が味わえます。さあ、名残惜しいですが次の目的地へ向かいます。はい、こちら茨城県庁、こちらの25階展望ロビーから街の様子を見たいと思います。映像の奥にあるビル群が水戸駅北口の繁華街方面、そこを車でまっすぐ行って折り返して現在水戸駅南側にある茨城県庁にいる、そんなイメージでいいかと思います。こう見るとね、結構建物が密集されてますよね。水戸の都市圏では人口約66万人、東京にも比較的近いことからそんなに田舎な感じはなかったです。むしろ駅前に関してはかなり都会かと思います。このフロアには他お土産コーナーからカフェコーナーもありました。勉強している学生さんや作業しているフリーランス風の方もいらっしゃいました。こんな素晴らしい空間で勉強や仕事ができる公共機関は大変素晴らしいものかと思います。こちらの映像は走ってきた国道50号を左側に曲がり、水戸駅南口へまっすぐ続く通りです。だんだんと市街地が近づいてきている、そんな様子が伝わってくるかと思います。こちらが千波湖、水の都、水戸のシンボル的存在の湖。うっすらと水戸のビル群も見えていい感じです。近隣には偕楽園があり、この一帯を偕楽園公園というみたいです。ニューヨーク市のセントラルパークに次いで都市公園としては世界第2位の広さを誇るとか、これはすごいですね。湖の付近には眺めが良いカフェ、こちらはお茶屋さん、風情があります。こちら千波湖周辺、いわゆる偕楽園公園の地図、ピンクで示されているところが偕楽園です。偕楽園の敷地内の撮影は許可申請のためちょっと映せず、しかし本当偕楽園は良い場所で、上野からも特急で約1時間より都心からも日帰りで来れます。敷地内は映せないので、こちら偕楽園の駐車場だけ映しておきます。このいい加減さもようくん町ブラのブランドにしていきたいです。さあ、偕楽園公園を後にして水戸駅南口まで戻ってきました。水戸はゴミゴミしてなくて本当綺麗な都会ですね。さあ、ちょっとお腹が空きましたので、エクセル南という駅ビルの中にラーメン街道があり、そのうちの1軒で二郎系ラーメンをいただきました。これは水戸らしくなくて本当申し訳ないです。ただ二郎系がどうしても食べたくてね。このニンニクのトッピングがまた最高です。本日は誰とも会う予定はありません。ちなみに水戸駅南口には納豆像、さすが納豆が有名な町だけあります。一方北口には水戸黄門、助さん、角さんの像が、なかなか個性が強い町です。以上、簡単ですが水戸郊外をドライブする動画でお送りしました。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。